小学校高学年の時の自宅での体験。家族が揃っていたので日曜日のことだったと思います。夕方の4時頃になって母親が美容院に行くために家を出て行きました。1時間ぐらいで帰ってくるからねと言っていたのに、夜の7時を回っても音沙汰がありません。母は一人で外出するとマミに連絡を入れる方です。私は不安になりましたが、美容院が混んでるんだろうと父は気にもせずお風呂に入ってしまいました。隣にはテレビに夢中になっているふりをしながらも母の帰りを心待ちにしている様子の妹がいます。もうすぐ帰ってくるよきっと。妹が玄関の方を見るたびに私はそう言って慰めていました。7時を20分ほど回った頃だと思います。立て付けの悪い玄関の引き戸が大きな音を立てて開きました。妹が嬉しそうに走って玄関まで迎えに出ます。でも戻ってきた時は一人でした。お母さんいなかった。意気消沈というよりは不思議でしょうがないといった表情に私も首をかしげます。じゃあ誰が来たの？すると妹は誰もと、そして玄関確かに開いたよねと念を押すのです。戸がぴったりと閉じたままになっているのを再確認して、気のせいだったんだよと妹と自分に言いくるめテレビの前に戻りました。バラエティ番組の笑い声に妹の顔がほころんだのを見てほっとしたのもつかの間、またきしむ音を立てて玄関の戸が開きましたと同時に、今度は年配の女性のボソボソと喋る声が、新聞屋さんかな。当時集金などは回収だったため、留守がちの我が家には夜にそういう人が回ってくることが多かったのです。妹は無関心を決め込んでテレビを見続けています。私も何か声をかけるだろうと思って腰を上げませんでした。そうこうするうちに年配女性の声がもう一人増えました。先に来たおばさんと何か喋ってます。久しぶりね、何年になる、なんてセリフが聞こえてきます。私はだんだんと腹が立ってきました。いつまで経っても要件に入らない声は最終的には玄関中に溢れていました。あんな連中がいるからお母さんは帰って来られないんだよと苛立ち紛れに怒鳴ると、声はピタッと止まりました。母が帰ってきたのはそれから15分ほど後のこと。何でも緊急なお客さんが立て続けに入ったために順番を後回しにされていたらしいのです。電話をしようにも店の中からは体裁が悪くてできなかったよ。私と妹は今晩の出来事を母に話しませんでした。無事に帰ってきた母に変な不安を与えたくなかったので、遅い晩ご飯の準備を手伝い家族で食卓に着いた時、それまで黙っていた父が口を開きました。さっき風呂に入っていた時に妙に気持ちの悪いことがあってな、風呂の窓の外で大勢の話し声がするんだ。母もそして父も私たち姉妹も今日まで特に霊障らしいものもなく元気にやっております。